よ。前回、あ、今日で多分パート3かな。前回は、無事にテニス部に入部できて、で、今家なんだけど、日曜日に部活、勉強す、あ、でも入学して間もないから勉強とかしないよね。待って。犬ってこんな髪型だったっけ。あー、ルックス上げないとね。所持金10は低すぎんでしょ。まあ、女の子だったらルックス上げないとね。あ、丸押しちゃった。まあ、いいや。はぁ、あ、はぁはぁ。ふぅ、休憩しようっと。ジーフ先輩。おはようございます。ああ、君は、この間女子テニス部に入った新入生だよね。うん。あの先輩、私のこと知ってるんですか？ああ、知ってるよ。将来が楽しみな女子が入ったって評判になってるからね。そっか、私のこともう覚えててくれたんだ。どうやらみんなの評判は間違ってないみたいだね。こんなに朝早くから熱心に自主トレしてるんだもん。今日はたまたまなんですけど、それほどでもないです。今日から気合う。どうしよう。それほどもたまたまは良くないっしょ。今日から気合を。これってもう日課みたいなものなんですよ。毎朝走らないといい気分で学校へ行けないような気がしちゃって。日課か。そんな風に考えられるのって素晴らしいね。先輩にそんな風に言ってもらえるとなんだか恥ずかしいな。そうだ、せっかくこうして会ったんだし一緒に走らない？あ、別にいいけど、うん、君さえよかったら。別に私はいいけど。光栄です。私先輩となら、どこまでも伴走しちゃいます。君って頑張り屋さんなんだね。走ったの結局。これから先輩とはもっともっと練習したいな。いきなり始まった。これか。あー違う。間違った。似てない？3回間違ったけど。今日は何をしようかな。あ、もう1週間過ぎた。一人で練習。一人でテニスクラブに行こうかな。龍馬くんと練習なんかやだ。誰かとは。いや、よく来たね。この声は。こんにちは。今日は一人かい？そうか。じゃあ約束通り、僕はコーチをしてあげよう。でも好みコーチ本当にいいんですか？会員さんたちのコーチとかで忙しいんじゃ。変な遠慮はしなくていいよ。僕が教えたい。これ作者の声。それだけのことさ。もちろん君がコーチを望まないのは仕方がないから。とんでもありません。すごく嬉しいです。じゃあ決まりだ。もう準備運動は済んでいるかい？はい、好みコーチ。オーケー。変な関係にならないようにね。よろー。お、上がった。今のヒロインの絵がさ、中学1年生に見えないんだけど。お疲れ様。今日の練習はなかなかいい感じだったよ。みんなコーチのおかげです。じゃあまた一人で来た時は。俺好みルートとかに行かないようにね。こうしてこの日の練習は有意義に終わった。今週は何をしようかな。あ、部活行こう。じゃあ、さあ誰と会う。こうやって見てるとジョギングしてる人って結構いるんだな。あれ、向こうから来るのはカイドウパイセン。てんてんてん。これから一緒にやっていくんだから仲良くなった方がいいよね。先輩、おはようございます。ふんじゃねえよ。不愛想な人らな。挨拶もしてくんないわけ。先輩もジョギングですか？見てわからねえか。さすが声楽のレギュラーですね。部の練習だけじゃなくトレーニングも欠かさないなんて。あ、私も今自主トレしてたところなんです。それがどうした。褒めてよ。
え、そうそう、今日からまた1週間部活ありますよね。当たり前だろうが。ひどい。くー、なんか取り付く島もないって感じだな。でもめげない先輩には礼儀正しくしなきゃ。私レギュラー部に行きますからね。練習、いやこれはダメだろ。今週もよろしくお願いします。よろ。自分の面倒は自分で見やがれ。はい、頑張ります。メンタル強。よし、今週も頑張るぞ。めげないな。さーてと、そろそろお昼ご飯にしようと。ねえねえ、龍馬様はどこよ。え、屋上じゃないかな。今日はいい天気だし。なるほど、あんたって使えるわね。じゃあ、さくの、なみ、今日は屋上で食べるわよ。うん。え、ねえ、よかったら一緒にお昼食べない？あ、食べます、食べます。まあ、大勢で食べた方が楽しいか。お供します、お魚さん。調子狂うのね、お魚さんっていうのは。これからは私のことはともちゃんって呼ぶこと。いいわね。じゃあ私のことは眠り姫か姫子って呼んでね。うん、わかった。姫子ちゃん。了解。あだ名呼んでる。龍崎さんと小高さんはどう呼べばいいかな。さくのでいいよ。小高でも、ナミでもいいよ。ああ、でもいきなり呼び捨てってのはちょっとね。さくのちゃんとナミちゃんでいいかな。いいよ、私もオッケーだよ。中学生らしいね、この会話は。だらだら喋ってないで、早く屋上に行くわよ。私も。えへへ、ともちゃん、さくのちゃんに、なみちゃんか。こんなに早く友達ができたなんて嬉しいな。私も中学校の頃同じやりとりをした気がする。これより練習を始める。今週の練習は。お、なに。あ、私の足踏んだの誰、龍馬くんね。龍馬くんったら気づくもいないの。よし、お返ししよう。ということだ。そこ、何をやってる。今週の練習が何か言ってみろ。はい、なんだっけ。あ、自分で決めれるんだ。精神力上げようか。よし、練習の最中は気を抜くな。油断をしていると怪我をするぞ。では、練習始め。よし。素振り、始め。ノブ。ノブ。ノブ。遅すぎる。ほう。ノブ。ほう。遅すぎる。最後は気負いすぎたな。まあまあ最初はこんなもんでしょ、多分。よし、全員集合。これからコーン当てを始める。苦手。参加する者はコートに入ってくれ。参加ルールを確認。ああ、あ、これ一緒か。よし、それじゃあ位置について。なんか稲井さんがたえでかくなった。あー、これ苦手なんだよ。あと稲井何も喋んないでよ、ちょっと。青、黄色、赤。何、赤、赤じゃないのかそれ。赤じゃないのか、それじゃねえよ。ふざけんなよ。手に汗握ったわ今。あー、今日も疲れた。さあ急いで帰って。よう、ちょうどいいところに。何。いや、お前これからなんか用事あるか。ない。これからちょっくら備品の買い出しに行くんだ。お前も付き合えよ。今日ちょっと用事が。まあ別にいいけど。お、いい返事だね。そう来なくちゃいけねえよな。よし、行くぜ。でも私でいいんですか。ああ、お前がいい。一年で一番力ありそうだった。あれ、お前の可愛がってる龍馬くんは。なあ、なんでもねえよ。はあ、なんだか私って女の子扱いされてない気が。ルックスの問題かな。いや、助かったぜ。重さはどうってことないけど、
何せ数が多いからな。うん、はい、私マネージャー志望だったから全然平気です。そういや、そうなんだってな。でもお前の場合はよ、返してください。え、少しくらいいいじゃねえか、減るもんじゃねえし。そうそう、あの、困ります。あ、女の子の声、何でしょう。さあな、とにかく行ってみるぜ。あんちゃん、あ、さくのちゃん。誰も返さないなんて言ってないだろ。あれ、なんかイケメンにやってない、右のやつ、なんだっけ、名前。やひーん。あ、あいー。そうそう、もうちょっとくらい貸してくれてもいいんじゃん。ねえ、福士。あ、そうだ、福士みちるだ。何も打たせない。なんかイケメンになってない。でも、私も練習したいから。その…なんだって、よく聞こえないけど。お前ら中1の女子にそんな…いいじゃん、こんないい紐付きボール独り占めなんてずるいぜ。そういえばあったね、アニメでも紐付きのボールで練習してたんだね。してあげなさいよ、あんちゃん。ちょっと、あなたたち、その子困ってるでしょ。可愛いな。なんだよ、お前は関係ない。あれ、なんか福士こんなイケメンだったっけ。見てらんないのよ、大の男が寄ってたかって。大の男って中2か中3だった気がする。異性がいいね。こういうタイプ嫌いじゃないけどな。部外者を引っ込んでな。キャーン、うわ、かわいそう。関係ねえのに出しゃばってくる方が悪いんだよ。あ、なんてこと。あいつら。あ、桃城先輩。お、そら、やった。サムネ確定の瞬間であった。おっさんじゃん、こいつ。え、堂本って中学生だっけ。わかん、覚えてない。やる、こうなったら私も。何、あ、待って待って、サムネ、こっち、あ、パンツが見えない。あ、この子可愛いじゃん、こっちの方がいいよね。な、何、まあ、これでテニプリが原作っていうのが分かる人少ないと思うけど。にゃー、強い。決まった。女の子に暴力振るっちゃいけねえよな、いけねえよ。そうだそうだ。覚えてろ。ああ、よく覚えとくよ、お前らの顔。続きはいつかな。大丈夫。うん、私は大丈夫。でもあの人が。私も平気よ、助けてくれてありがとう。私は立花アン、あなたたちは。俺は悲鳴が聞こえたから来てみや。てめえら何やってんだ。神尾くん、あんちゃん、その顔。あんちゃんって。え、俺。あんちゃん離れて。おい、やるぞ、シンジ。ああ。ああ、こいつも。違うのよ。ぼやいてない、珍しい。ちょっとみんな落ち着いてよ。さあ、リズムに乗るぜ。なんだかおかしなことになってきたが、降りかかる火の粉は払うしかねえな。払うしかないですよ。もう待ちなさいってば。開いた。撃たれた。立花さんの妹からって少し調子に乗ってんじゃない。こいつちゃ。何すんだよ。あたたた、あたしも。もう落ち着いて話を聞いてよ。この人たちは絡んできた人を追っ払ってくれた人なの。そうなのか。で、こっちの二人は私のテニス部仲間。あなたたちが喧嘩なんかする理由はないの。わかった？にしたって、頭叩くことねえだろ。だって、話を聞いてくれないから。うん、早とちりしまって悪かったな。俺は神尾明。髪の毛の色こんなんだっけ。不動峰中の2年だ。こっちは同じく不動峰の2年、イブシンジだ。ああ、ボソボソ。声楽2年、桃城武志、よろしく。私はねぶり姫子、声楽テニス部の1年です。声楽って、あの声楽。知らなかったの。屈指の強豪のあの声楽か。いいよな、名門は。施設も備品も充実してるんだろう。
ムカつけよな。中学の部活なんてもっと苦労するべきだろ。俺たちなんか人数も設備も揃ってねえから、河川敷のコートで他校生と練習してるってのによ。ほら、テニスは設備でするもんじゃないでしょ。ごめんね。いえ。不動峰は名門じゃないけど、覚えておいて損はないわよ。すぐに有名になるから。そいつは楽しみだな。ああ、期待しててくれ。地区大会で戦うのな。うす。それじゃあ、私たちはこれで。じゃあね。ありがとうございました。叩かれたところ大丈夫ですか。可愛いな、二人とも。大丈夫よ。じゃあまたね。ヒロイも可愛いけど。じゃあ俺たちも帰るとすっか。はい。不動峰中が河川敷のコートで練習してるって言ってたな。ともちゃんなら何か詳しいこと知ってるかな。まあ不動峰は攻略するつもりないんで今日はって言ってるから、今日はって言ってるから、なんか今週はじゃないよね。犬いメモ。セーブセーブ。よし。あのパート2を取った後に一人でね練習してたんだよね。料理とか身だしなみとか難しいよ結構。しかもなんか丸と二重丸があるからさ、違いがよくわかんないけど、見て。よいしょ。やべえ、暑くなってきた。服脱ごうかな。今、寝巻きを腕まくりしてる状態なんだけど、それでも暑いわ。ふぅ。セーブ遅っ。これ見て見て、これ。ロードしようかな。あの時に戻りたいな。面白くね。ステータス見るか。ルックスはまあまあだね。学力はやばい。学力やんないと。料理もやばい。料理もやばいけど。待って。料理はね、まだ、練習してないんだよね。勉強しよっか。あれ？一回だけ？一回だけ。今週は、あ、コンディション普通になっちゃってるよ。でも今週はって言ってるから、あ、どうしようかな。ちょっと待って。戻っていい？今週一週間普通の状態だとあんまりよろしくないから、ちょっとロードし直して、今日はのところを、休息にしようかな。ロードも遅い。あ、良好になってるよ。外出？どうしよう。いや、日曜日くらいゆっくりしたいよね。休みな。ん？何もやってないよ、私。良好になってるね。よし。選べない。よし、今週は、よし、部活だよね。はぁはぁ、よし、ラストスパートして終わりにしようっと。よう、朝から頑張ってるじゃん。眠り。えらい、えらい。菊丸先輩。おはや。おはぁ。さては。今度のランキング戦狙っちゃってるな。ランキング戦？まあお前がどこまで行けるか楽しみにしてるよ。あの菊丸先輩。ん？何？何ですかそのランキング戦って。はにゃ？なんだお前。はにゃって。ランキング戦知らないんだ。知らねえよ。聞いたのかもしれないですけど、頭に入ってなかったみたいです。ずいぶん熱心に走ってたからランキング戦に向けて頑張ってるのかと思ったぞ。ランキング戦ってのはレギュラーを決める校内試合。今度の日曜にやるんだよ。レギュラーですか。そう。おっと、目の色が変わってきたぞ。
いやだってレギュラーには憧れますよ。試合だったら1年でも勝ったらレギュラーになれるんですか？お、強気じゃん。まあそれくらい元気じゃないと面白くないけどさ。なかなか自信あるみたいだけど調子はどう？いいところまではいけるかなと。やってみないとわからないです。もちろん絶好調です。うん、いい返事。うん、えへへ、元気だけはいますから頑張っちゃいますよ。そうそう、その調子頑張れよ。じゃあここで会ったのも何かの縁だし一緒に走るか。え、でも悪いですよ菊丸先輩。そんなことないって。一人で走るより二人で走る方が楽しいだろ。私もこういう男の先輩が欲しかったわ。じゃあよろしくお願いします。よし、じゃあ行くぞ。遅れるやつは置いていくよ。というわけで菊丸先輩と一緒に10キロ走ってから登校って。あ、これ朝練もしかして。これより練習を始める。どうしようかな。え、選ばないの？え、蝶々、へえ、かわいい、東京にもいるんだ。そりゃいるだろ。え、ということだ。何をぼーっとしている。何やってんのお前。お前何やってんの。ミーティングしよっかな。知識、学力、精神力、ミーティングしよ。あ、技術力上げよっか。ミーティングしようか。やっぱ難しいけど。よし、ミーティングの最中に居眠りなどするなよ。眠りだけに。では全員会議室へ移動。最初から会議室に集合にしてよ。来るか来るか。これからミーティングを始めるという対処法がある。はい、ピンポン。え、一回だけ、一回だけだっけ。今日は何をしようかな。あ、あの連続でするやつがあの1週間分ってこと、もしかして火曜日でしょ。電話、あ、でも今日は火曜日だから待って、ステータス見るか。あ、待って、料理をちょっと私一人で練習したいからちょっとここで一回切るわ。じゃあ次回もよろしくお願いします。